心はウェスタロース。心はウェスタロスではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます。お送りするのは私キャミーとケンです。お願いします。お願いします。ということで今回は、はい、シーズン1エピソード3解説ですね。はい、はい、題名はメイヤの森人森人じゃないのか。森人、守り人、守り人。ちょっとここいろいろ諸説あるんですけど、これね2人でね調べたんだけど、そうですね、日本語のやつがねあんま振り仮名、振り仮名書いてくれてないんですよね。なんかそうだよね。本も読んだしネットでもめっちゃ検索したけど、はい、ナイツウォッチという振り仮名しか振られてないんで、まあナイツウォッチでいいですかナイツウォッチでいきましょう。現代は、現代はロードスノー。また全然意味が違う題名ですね。そうね、ナイツウォッチとロードスノーはまあ別の単語ですからね。うん、まあ、ロードスノーは日本語で直訳するとスノー閣下、うん、まあ、この言葉は後ほど出てくるんですけど、そうですね、はい、またその時に押さえていきたいと思います。はい、はい、まだシーズン1の3話ですけど、まだまだ用語解説とかかなりあるんですけど大丈夫そうですか。そうですね、ちょっとまた前半が結構ね、はい、新キャラとか、そうですね、登場するから、まあ、ちょっとこんがらがる可能性があるんですけど、うんうん、まあここで情報処理をまあしていったら、まあ、シーズン2、3と楽になっていくので、ぜひついてきてほしいなと思います。はい、はい、ということで、はい、なるべく時系列で話していきたいと思うんですけど、はい、まず冒頭から入ります。はい、ついにネットをはじめとした北部の人間が王都であるキングズランディングに到着します。はい、バイ馬でね。そう、はい、でもやっぱ見る限りだとやっぱりね、あのキングズランディングは王都なんで、うん、明らかに北部よりもきらびやかで都会な感じがありましたね。うんうん、そうだね、はい、やっぱウィンターフェルとか比べると、はい、なんかやっぱ暖かいイメージ。うーん、そうですね、うん、生えてる植物とかもなんとなく、まあ、南国とまでは言わないですけど、そうそう、少し暖かなイメージが湧く年でしたね。はい、はい、ついに、うん、鉄の玉座ドーンとそびえ立ってました。はい、鎮座されてましたね。この鉄の玉座は、要はですね、うん、王様が座れる椅子、はい、ですね。私鉄の玉座に何回か座ったことあるんですけど、うん、なんかもうもはやもう登場人物の一人ですよね、鉄の玉座って。うんうんうん、もうなんか実際に、まあレプリカですけど、対面した時はまあ黄色い悲鳴を上げてしまうぐらい、あ、鉄の玉座さんやっていうね。どこで座ったんですか。私は、ヨドバシカメラ梅田のね、大阪梅田のヨドバシカメラの DVD 発売のイベントの時と、あとは Hulu のプレミアムナイトっていう、あ、それ東京、はい、それは東京で座ったんですけど、はい、なんかまあやっぱちょっと芸能人扱いですよね。ですよね、はい、鉄の玉座さんやということで。それ Hulu でもやっぱ人気あったんだ。 Hulu 人気あります。一番多分ゲームオブスローンズのブースが人気あったんじゃないですか、最終シーズンの時だったので、2019、そうですね、はい、なるほど、うん、ちなみに私も2回座りました。 あら、どちらに。ヨドバシカメラ梅田、はい、あとね東京の羽田空港、おー、そこでねアイルランドの、はい、アイルランド大使館で、はい、なんかイベント開いてて、うーん、まあそのゲースロー、ツアーみたいな、はいはいはい、ロケツアーみたいな、うん、そういうイベント行ってて、うん、まあ、ヨドバシカメラの時って思ったんですけど、やっぱ鉄の玉座さんってね圧倒的な存在感じゃないですか。はい、でもなんかヨドバシカメラ梅田に鎮座してるあの鉄の玉座さんはヨドバシカメラのなんかもう圧力にね飲まれてて、ちょっとね負けてましたね。うん、俺が行った時誰も座ってなかったってか誰もいなかったよいや鉄の玉座を飲み込むヨドバシすげえなって思いましたけど。あ、ていうか俺もう一個乗ったわ。あ、座った、座ったわ。どこですか。渋谷ロフトの、あ、ね、それもね2019年の12月かな、はい、ゲームオブスローンズ展か。そうそう、ゲームオブスローンズ展やってて、あ、まあ、ゲームオブスローンズマジで誰もいなかったけどびっくりした。いや、流行ってほしいですね、まあ、それぐらいイベントがね、うん、
濃厚にあった時期はもう過ぎ去ってしまったので、日本にもう玉座さん来ることはほぼほぼないかなと思われるんですけど、はい、HOTD が人気になれば、そうですね、またねどちらかにいらっしゃると思うので、うん、日本に来日してほしいなと思いますね、はいはい、ということで玉座さんの話が長引いてしまいましたけど、はい、エピソード3の話にちょっと戻しましょう、はいはい、あ、ちなみにあの鉄の玉座は、はい、まだ続くんですか、うん、もうちょっとだけどうかなと思って、はい、あのねこれ普通の椅子じゃなくて、はいはいはい、剣が溶かされたギザギザにも程があるよ、そうそう、あの椅子、そういう椅子なんだけど、はい、まあ、これは剣は何かっていう と、はい、昔ねエーゴン征服王っていうのがいまして、はいはいはい、でそのエーゴン征服王はターガリエン家の初代王様、はい、まあ、300年前に、七王国っていうものを統一した人、はいはい、でその人の戦で勝った、うんうん、倒した敵の剣を溶かして作った椅子があの椅子、うんうん、でずっとターガリン家が座ってたんだけど、うん、まあ、自分の勝利を象徴するような、ね、椅子ですよね。そうそう、でロバート反乱が起きてターガリン家いなくなって、はい、で今はロバートが座ってると、うんうん、まあ七王国の人たち、まあ、特に貴族の人たちにとってはかなり価値のある、まあ、武道館みたいな感じですかね、うんうん、アーティストにとっての、うん、はい、で話を戻しますが、はい、その前に、はい、鉄の玉座の前に、ジェイミーが、はい、まあ、堂々と座ってました、うんうん、そしてネッドと会話になります、はい、私このシーンがめちゃくちゃ好きなんですけど、はい、あのね2人の間がね、会話の間ですね、そうそうそう、はい、なんか支配権を取ろうとする2人のねやり取り、上手に来ようとしますよね、そうそうそう、マウント取り合う感じが、うん、でまあジェイミーはすごいなんかね意地悪な感じでね、うん、ネッドに対してね、ここは複雑な思いがするでしょう、うん、とか、まあすごくネッドに対して嫌な昔話をするんですが、ここはなんかその背景とか一切説明ないんで、そうですね、ちょっとさらっとだけ言いたいと思います、はいはい、これ何かっていうと、はい、ネッドの父と兄、はい、うんうん、お父さんとお兄ちゃんが、はい、実は鉄の玉座の前で、うん、教皇、はい、まあ、英語、そう、英語だとマッドキングっていう人に殺された、はい、だよね、はい、でまあ殺されたことがきっかけで、はい、そのロバートの反乱っていうのも起きたりもした、うん、確かエピソード1でキャトリンがちょっとそういう話をしてましたよね、うんうん、お父様とお兄様はそうそうそう王都に呼ばれてどうなりましたかっていう、そのどうなったっていうのがこのマッドキングに殺されたという昔の出来事だったということですね、うんうん、そう、はい、で、あともう一つね、ジェイミーは教皇って言ってるんだけど、はい、うん、ネットはエイリス・ターガリアン、うーん、エイリスって言ってるんだよね、はい、うんうん、これはね同一人物です、うんうん、つまりエイリス・ターガリエンがマッドキング、うん、あだ名がマッドキング、教皇ってことですね、そうそうそう、まあ、かなり狂ってる方だったから、うん、マッドキングって呼ばれてる、うんうん、でそのマッドキングは、はい、今エッソスにいるビセイリスとデナーリスの父親、うん、なるほど、はい、なのでジェイミーによって殺されたエイリス、殺されてしまったのでターガリエン王朝が滅びたということで亡命してるってことですね、うん、2人、ビセイリスとデナーリスが、そうです、はい、で、ネットはね、まあ、ジェイミーに向かって、うん、前の王には仕えた癖してよくも背後から刺したなみたいな、マウント取り返してきたよ、そうそうそう、はい、っていうこと言うんですけど、うんうん、これは、前回のエピソードで、はい、ティリオンとジョン、壁に向かってるあの2人が、はい、の会話でも出てきたんだけど、はい、その通りで、うん、ジェイミーが前の王、うん、まあ、そのマッドキングを殺した、はい、っていうのがまあ再確認できるポイントでもあると、うんうん、はい、まあ、だからこの会話で絡んでるのは、うん、教皇マッドキングのターガリエン家、うん、そしてジェイミーたちラニスター家、うんうん、そして、今玉座に座っているロバートバラシオン家、うん、そして、スターク家の4つの家がね絡んでるんですけど、うん、これってよく考えたらあのオープニングのねゲームオブスローンズってわーって出てくる時の4つの紋章、うんうん、ドラゴンとライオン、うん、シカ、うん、とダイアルフ、はい、
そういう、まあ、モチーフにもなるぐらい最初の、まあ、キーポイント的な4つの家ですね、うん、そうですね、はい、あでここで一つポイントなのが、はい、このねジェイミーのね、うん、立ち位置なんだけど、なんかウィンターフェルにいた時と格好が違ってグレードアップしてましたよね。そうそうそう、うん、なんかね金ピカのね、うん、鎧を着てたんだけど、キズねえな言われてましたけど、そう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 、はい、ジェイミーは、はい、キングズガード、はい、という、まあ、職業というか、うんうん、まあ、立場です、役職ですね、はいはい、キングズガードは日本語だと王の盾って言うんですけど、うんうん、彼らは、はい、その王族を守る、はあ、まあ、ために一生捧げたエリート騎士集団、はい、で、まあ、エリート中のエリートで、7人しかいないんですけど、あそうなんですか、はい、もっといると思ってました。いや7人、例えば1人死んだとしたら、うんうんうん、6人になっちゃったら1人だけまた雇って、うーん、また7人にキープするっていうね。なんか七神といいこのキングズガードの7人っていう縛りにしろ、うんうん、何か7っていう数字が、うん、この七王国とか、うん、そうですね、なんかなんでしょうね、7がなんか聖なる数字というか、うん、ラッキーセブン的なのがこの国にももしかしたらあるかもしれないですね、うん、そう、はい、で、そんなジェイミーは、はい、キングズガード、うんうん、絶対に王を守らないといけない人なんだけど、うん、はい、誓いを破ってその守るはずだったマッドキングを刺し殺した。だからジェイミーはマッドキングのキングズガードでもあったっていうことですか。そうそうそう、はあはあ、今ロバートのキングズガードでもあるし、うーん、その前はマッドキングのキングズガードだった。なんかでも王実際殺してるわけじゃないですか、うん、なのに、まあ、東国とかね壁送りにされずに、うん、未だにキングズガードの立場でいられるってことはそれなりにやっぱり今の王であるロバートと何か蜜月的な関係があったのですかね、あったんでしょうかね。まあ家の問題もあるしね、ラニスター家っていうね。そうですね、それは後々、まあ、そうそうそう出てくると思います。そうで、まあなのでそのね一応まあ、教皇って呼ばれてるぐらいなんで狂ってる王だったから、はい、うんうんうん、刺し殺していいじゃんって話なんだけど、うんうん、まあ、そうでもなくて、そうですね、そのね誓いをしてたのに、うん、まあ、それを破って、うん、だから結構ね、まあ、周りから、ね、見下されてるというか、なるほど。そう、後々言葉で出てくるけど、まあ、キングスレイヤー、王殺しとかって、うんうん、ね、まあ、あだ名で呼ばれてるんですよね。そうそうそう、はい、かなり不名誉な感じ、うん、そうですね、見下されてるというか不名誉というか、うんうん、そういう感じですね、はいはい、あとまあちょっと余談なんですけど、はい、まあ、鉄の玉座のある部屋を見渡すと、うん、はい、まあ、よく見るとね七神のマーク、うん、前回も説明しました宗教ですね。そうそうそう、7つ の, あ の, なんていうの星があって、うん、ギザギザの7つのポイントがある、はい、あれは、七王国主要宗教、うん、はい、のマーク、まあ、至る所にありますよね、あの玉座の、まあ、そうどっかにあの隠れミッキー的な感じでね、ディズニーの、うんうん、ありますよね、はいはい、そしてネッドは商標議会という会議に出席します。でこの商標議会というのはこれからもたくさん出てくるのでぜひ覚えてほしいんですけど、簡単に言うと、まあ、内閣みたいな感じですかね、はいはいはい、なんか政治のあれこれを決めていく、まあ、人たちの集まりなんですけど、本来は、王様であるロバートだとか先ほど説明したキングスガードの総帥、まあ、一番偉い人ですね、はい、キングスガードの一番トップの人も出席するんですけれども、まあ、ロバートはねなんせ戦好きですので、まあ、めんどくさいような政治のことはね興味ないんで、うん、まあ、基本的には出席せずに、まあ、商標議会のメンバー、これから王の手になるネッド含めその人たちが基本は政治を取り仕切っているという感じですね、うん、なんか一応椅子はあったみたいな感じ、ね、なんか背もたれにあの鹿のマークがある椅子があったんですけど、うんうん、本来はあそこにロバートが座るということですね、はいはい、そしてこの商標議会なんですけどメンバーがいます。これからかなり、重要になってくるキャラクターなので、はい、ぜひ覚えてほしいです、はい、じゃあまずは、バリス、はい、別名スパイダーと言います、うん、何ですかね、ちょっと着物っぽいオリエンタルな衣装を着た、まあそうだね、まあ髪の毛が生えてないタイプの、うん、ちょっと丸っこいおじさん、うん、
まあ、見た目からして一瞬で見た目は一瞬で覚えれるんじゃないですかね。そうですね。ただこのねバリスという本名の他にスパイダーっていうね あだ名があるんで、バリスと呼ばずにスパイダーっていう人もいるからね、誰のことか急に分かんなくなることがあるんですけど、まあバリスイコールスパイダーです、うん、でまあこのスパイダーの覚え方はまあこの人のね、うん、このバリスという人の人柄キャラクター性を覚えればすぐに覚えれると思うんですけど、役職としては、うん、密告者の長、はい、まあ、秘密を握っているというか、うんうん、まあ、この小鳥っていうねリトルバーズっていう表現をしてたんですけど、まあ、スパイみたいなね集団を、雇っているというか、うん、まあ、取りまとめを行ってる、うんうん、なのでいろんなところに、うん、まあ、何ですかね、要はそのスパイ集団を、うんうん、その取りまとめてて、うん、でそれがクモの巣みたいに、うん、 そうね、その情報が、うん、なんつうの情報もそう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 ですね、をキャッチしてるから、まあ、スパイダーって呼ばれてる、はいはいはい、うんうん、ま、でも小鳥ってスパイっていうよりかは、まあ、耳をそば立てていろんな人の噂話とか情報をキャッチして、うん、それをこのバリススパイダーに届ける役目の人たちですよね、うんうんうん、でまあ途中の会話にも出てきたんですけど、まあ、北部にも私の小鳥がいましてねみたいな感じで言ってたので、この設置王国全土にこのリトルバーズ小鳥たちをまあばらまいてるというか、うん、派遣してる感じなんですよね。もうインターネットみたいな感じじゃない？ああ、まあこの時代携帯ないんでね、うん、ちなみにこのバリス宦官なんですけど、はい、宦官って何ですか？宦官は、まあ、昔中国とかによくいた、はい、そのなんか天皇とかに使える、うんうん、去勢された奴隷みたいな。うーん、まあでもバリスはまあ奴隷ではないけど、そうですね、うん、ただまあ去勢されてる、うんうんうん、なんかゲームオブスローンズってこの去勢されてるかされてないかも結構ちらほら会話に出てきたりします、ね、結構出てくる、ね、何か、まあ、重要ではないかもしれないですけど、まあ人を判断する基準になるのがこの宦官っていうこともあり得る、うん、うん、まあバリスは奴隷じゃないけど、うん、奴隷である象徴でもあったりもするし、まあ、場合によっちゃね。なるほどなるほど。あとまあ単純に子供を作れなくするとか。はい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 。そして2人目が、レンリーです。彼は、法務大臣ということなんですけれども、はい、関係としてはロバートバラシオン王の弟です。レンリーバラシオン。はい。本名はレンリーバラシオン。で、ちなみにこのロバートは3人男兄弟で、レンリーは一番下の末っ子弟ですね。で2番目の弟もまあ出てくるんですけど、これはまた後々なので今回は省きます、はいはい、そして、3人目がピーター・ベイリッシュ、はい、で別名がリトル・フィンガー、はいはい、彼の役職は大蔵大臣なので、まあ、基本的にお金の管理をしている役職ですかね、うん、この人は召喚、まあ、売春宿みたいな感じですかね、うん、こんなね商標議会に出るような人が召喚経営してていいんやって感じなんですけど、まあ、召喚を経営しているリトルフィンガーピーター・ベイリッシュ、どちらかというとリトルフィンガーって呼ばれることの方が多いですか ね、まあ、たまに小指って呼ばれたりしますからね、まあ、後々分かったと思うんですけど、ネッドの奥さんキャトリンに好意を抱いてます、はい、まあ、幼馴染みたいな感じなんですかね、うん、はい、そして最後4人目がグランドメイスターパイセル、うん、でこのメイスターっていうのは聞き覚えが多分あると思うんですが、まあ、学長と呼ばれる、まあ、先生お医者さん助言者みたいな立場の方なんですけど、まあ、このパイセルはメイスターの中でもかなり位の高いグランドメイスターになります、はい、うん、そしてこのパイセルはキングズランディング王都に仕えている、メイスターになります、うん、なのであの人に仕えるというよりかは城にずっとね所属してる人なので、うん、例えば王様が変わったとしてもキングズランディングに居続けるメイスターなんですね、うん、なのでまあかなりお年を召した方なんでね、この教王の時代にもメイスター務めてます、うん、うん、なんなら教皇の前の王様の時も務めてたぐらいですかね、何人か、うん、何人か務めてた、はい、なんか何人かの王を経験しているメイスターになります、うん、まあ、このねキャラクターたちはね、はい、かなり名物キャラクターだから、うーん、
そうですね、癖も強いですね、一人一人だいぶね、個性もあるって。そうですね、それぞれね特徴があるからかなりピッキーポイントになってきますよね、うんうん、はい。そしてこの商標議会のね会議の内容で少し皆さんも感じたかなと思うんですが、まあ、どうやらねラニスター家ってのは相当お金持ちっぽいですよね。ということ、まあそうですね、かなりお金もな感じで、うん、まあ商標議会でね、そのネッド王の手就任を記念してロバート王が、まあ、大きめの馬上槍試合、まあ、読んで字のごとく馬の上に乗って槍で試合するみたいな、まあ、貴族ごっこみたいなね、ちょっとスポーツ大会みたいなのがあるんですけど、うん、そんなことにお金を使ってどうすんねんって思ってる庶民も多分多いぐらい、かなりお金を使う、まあ、試合なんでしょうね、おそらく、うん、で試合をするためにラニスター家からまたお金借りなあかんわみたいな言ってたので、まあ、王様はロバート・バラシオンではあるんですけれども、どうやらこのラニスター家、サーセイとかジェイミーとかね、ティリオンたちの家系からかなりお金を借りてそうな感じで、まあ実権はロバートを握ってるんだろうけれども、その裏にはラニスター家が不可欠、うん、そういう風に王室が成り立ってる、そうですね、という雰囲気がちょっと伺いましたね。もうラニスター家は王族ではないけど、うんうんうん、もうかなりの、下手したらロバートよりも権力あるんじゃないか、そうですね、ぐらいの勢い、まあ、立てつけないとこはあるんでしょうね。そうですね、なので、まあ、ジェイミーがキングズガードでいられる理由もここにあるんじゃないかなと思います。はい、はい。そして、王の手に就任したネッドなんですけど、なんかバッジもらってましたね。もらってました、はい。まあ、王の手っていうぐらいなんでね、手の形をしたバッジ、あれをつけてる人が、まあ、王の手っていう象徴というかね、王の手になったらあのバッジをもらってつけるっていう感じですね、うん。商標議会を終えたネッドが、まあ、スタークのみんながいる部屋に帰っていきます。でここにいたのは、まあ、長女サンサと次女アリア、そしてそのお世話係になるセプタモーディン、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 セプタモーディンという、まあ、おばちゃんがいるんですけど、ここでね、まあ、アリアとサンサがやっぱりあのレディの一件、うん、ブッチャーズボーイの名前なんやったっけ、マイカー、マイカーか、マイカーの一件で、まあ、ちょっと倹約ムード、姉妹喧嘩してる感じなんですけど、その娘たちの機嫌を取るために、ロバートは、まあ、サンサにはねミヤセラと同じお人形だよって言って渡すんですけど、サンサはもうこんなんで遊ぶ年じゃないわみたいなので 逆効果、ネットかわいそうそして、まあ、サンもうアリアにもね手を戸を閉められて、もう部屋に 入ってこないでバリのね Go away っつね、そう言われてたんで、まあ、娘たちに手こずってる様子でしたけど、そんなね機嫌を悪くしたアリアの部屋に、お父さんネットスタックは部屋に入っていきます。で、まあ、次女アリアをなだめる形で、まあ、会話を始めるんですけど、そこでねアリアがジョン・スノーにこの間もらった名前は、うん、ニードル、はい、ニードルを持って自分を落ち着かせてた感じだったんですかね、うん。でそれを見たネッドが、それは誰にもらったの、レディが遊ぶおもちゃじゃないよみたいな言うんですよね、うん。まあでもそこでねネッドはね、はい、その取り上げないんだよね、ニードルは。そうですね。で剣術の第一歩知ってるんですかってアリアに聞くんですよね。そうするとアリアが、まあ、尖った方で刺すんでしょっていう風にネッドに言うんですけど、まあ、これはジョンから教わったことで、まあ、子供らしい返答ですよね、うん、教わったことをそのまま言うっていうのは、うん、そっくりそのまま、はい。まあ、それでいろんな会話をしていくうちに剣の使い方習わなあかんなということで、まあ、後々のシーンにつながっていくというようなシーンだったんですけど、はい、なんかねサンサと喧嘩したあかんでみたいな、うん、正直に言うけど今僕たちは危険な立場にいるから、もうスターク家同士で争ってちゃあかん、これから冬が来る、お前は長い夏しか知らない、でも、うんうん、うちのモットーはウィンターイズカミングやんな、うん、それを忘れずに頑張っていこうぜみたいな、
頑張っていこうぜとは言ってないですけど、まあ、まあ言い聞かす解き伏せる感じでね、うん、言ってましたけど、この長い夏とかね、なんか夏とか冬が結構キーワードになってくる感じがしたんですけど、うんうん、この説明はまたまあ後ほど、そうですね、壁の場面でしていきましょうかね。そうそう、またね、季節の話は後々出てくるんで、その時も説明します。はいはい、で、場所は変わりまして、はい、ウィンターフェルに行きます。うん、ブランが目を覚めてました、はい、目を覚ましてました、目を覚ましてました、はい、で、そんなブランにオールドナンっていうね、うん、おばあちゃんが、まあ、バーヤってやつですね。そう、バーヤが、はい、怖いね昔話みたいのをしてるんだよね。はい、で、まあ、これ簡単に言うと、はい、要はですね、昔ホワイトウォーカー、うん、要は人型の化け物、はい、化け物型の人、はい、たちが、はい、人類を襲ったっていう、うんうん、長き夜、うーん、まあ、英語だとザロングナイト、うん、って呼ばれてる、なんつうの、都市伝説というか、まあ、でも今や子供たちの中でのおとぎ話みたいな感じですよね。夜寝る前に話したりとか、うん、そういう感じのおとぎ話ですよね。そう、でそういう話をして、まあ、当然ね、まあ、その後ねロブがね、うん、部屋に入ってきてね、うん、またそんな話してんのかよみたいな言うんだけど、まあ、これ何度も言ってるように、うん、まあ、ロブだけじゃなくて、うん、まあ、ティリオンとかもそうだし、うん、みんな、うん、ホワイトウォーカーの存在を、うん、あの信じてないんだよね、うんうんうん、まあ、信じてないけど我々視聴者は、はい、第1話の冒頭のシーンで、うん、まあ、いるってことは知っちゃってるけど、うんうん、まあ、そういう話をしてました。はいはい、あ、まあ、この後、はい、まあ、ブランとローブが、うん、まあ、お話をするんですが、うん、まあ、ブランはなんとか一命を取り留めた、うん、ですが、はい、落ちた時の記憶がない、うん、ってことが分かります。いや、記憶を頼りに3話見ましたけどね私、うんうん、いや記憶がないっていうことは、はい、そのサーセイとジェイミーの秘密の関係も知らない、うん、知らない、口止めされてるってことですね。そう、自然にもう見たけど覚えてないっていう、うん、っていうことが分かるのと、うん、あとね足がねもう治らない、うん、もう歩けないことがここで判明しちゃいます。でなんか個人このシーンはすごくね、うん、個人的に好きで、へこのロブのね演技がねすごい印象的だったんだよね。いやでもなんかあの時塔入ってきたロブ一皮むけてめっちゃ男前やったな。この間なね久しぶりに見るとね、うん、かっこいいと、かっこいいと思ってえロブかっこいいと思ってね、うん、このなんかすごい印象的だった場面は、はい、そのねブランがね俺ってもう歩けないんでしょっつって、うんうん、そこでなんかロブは嘘をついて、うん、いやまだ分かんないよ歩けるかもしんないよ、うん、みたいなこと言わずに、うん、もうごめんみたいな、うん、言葉で言わないけど、うん、その 目の合図とか、うんうん、でごめんねみたいな、うんうん、いうのがすごい演技がうまいなと思いました、うんうんうん、はい、まあでもその一皮むけてたって今言ったんですけど、やっぱりそのネッド・スターク、お父さんが王都に行ってね、王の手という役職に就いたので、ウィンターフェル城ではもう長男のロブがね一番トップ上主という立場になるので、うん、やっぱりその息子のロブっていう立場ではなく、もう上主スターク家の長っていう、なんかオーラが放たれてましたね、うん、そうですね、うん、そして再び舞台はキングズランディングに移ります。また転々とするからね、はい、で、まあ、ここで誰が出てくるかというと、キャトリンですね。でキャトリンがなぜオートにいるかというのを思い出してほしいんですけど、はい、前回、目覚める前のブランが、短剣を持った男の人に襲われて、はい、襲われてまた2度、ね、命を狙われたんですよね。でここをそれに対して不信感を持ったキャトリンが、まあ、ラニスター家に何か秘密があるんじゃないか、そしてその探検の持ち主は誰なのかを知るために、あとまあネットに伝えに、あそうですね、ラニスター家がちょっと危険やでってのを、そうそう、まあ、伝えに行くために再びキングズランディングに行ってるんですよね、うん、でこのキャトリンと一緒に同行しているおじさんが、まあ武術指南役というウィンターフェル城にいる、
メイスターが先生とかお医者さんという立場だったとしたら、この武術指南役はまあ体育の先生みたいなね、うん、武術を教える、まあ、馬の乗り方とか剣の使い方とか矢のやり方とか、うん、そういうのを教えてくれる人なんですけど、その人と一緒に同行します。で、まあ、お忍びで行ってるつもりだったんですけどね、この二人は。なんとあっさりとバレてしまっててました。着いた早々ね。うん、そうなんですよ。で、なんでバレたかというと、まあ、さすがスパイダー、先ほど紹介した密告者の長バリスが、まあ、全土に小鳥がいますのでね、北部にもいるので、うん、北部とかね、いろんな場所にいた小鳥たちがキャトリンが来るよ、オートにっていう情報をもうすでにね、さすがスパイダー、そうなんですよ、情報網が半端じゃないんで知られていたということですね、うん、こちらにおいでくださいみたいな言われて、キャトリンと武術指南役であるサー・ロドリック・カッセルはリトルフィンガーの召喚に向かいます。はい、はい、でここでね、あっさりとこの探検の持ち主が分かってしまうんですね、うん、ジョフリー王子の誕生日、うん、まあ命名日って言われるんですけど、うん、命名日に、まあ、さっき言った馬上槍試合、まあお祝い事があるたびにこの試合やってるんでしょうね、きっと貴族たちは、うん、でその馬上槍試合で、まあ、選手同士、戦う者同士どっちが勝つかっていう賭けをしたと。で僕はジェイミー・ラニスターが勝つって言った。うん、そしてティリオンは、うん、花の騎士、まあ、今後また出てくるんですけど、花の騎士っていうロラスタイレルという人物が勝つっていう風に賭けた。そこで僕は賭けに負けたから、その探検はティリオンの元に行った。もともと僕のだったけど、その賭けに負けたせいで今その持ち主はティリオンだよっていう風にキャトリンに明かすんですね、はい、でもこのシーン見てケンさん、ティリオンえマジでって思いました。いや、ティリオンのだったかもしれないけど、うん、ティリオンのキャラクターからしてみたら、そうなんですよね、絶対に資格を送らないというか、うんうんうん、ブランを殺す意味が全くないし、そもそもティリオンが人を殺すっていうのはイメージできない。まあ3話まだ3話目ですけど、なんとなく私たちの中でティリオンいいやつやから、うん、ここでティリオンが犯人やったらちょっとショックやなっていう感じではありましたよね、うん、はい。あとね、ちょっと付け足したいんだけど、はい、そのキャトリンとサー・ロドリック・カッセルが、うん、まあ、オートに入るときに、うんうんうん、速攻でね、こっち来てくださいよみたいな、うん、手紙渡してましたね、うん、そうそうそう、あの人たちは、うん、まあ、職業というか、うん、組織があって、はい、あの人たちは何て呼ばれてるかっていうと、うん、正式名称はシティ・ウォッチ、はい、要はシティのウォッチ、うんいやそうですね、シティウォッチ、そうですね、はい、まあ、日本語だと、うん、オートの森と森人、森守り人、うん、森と、まあまあまあ警官みたいな、パトロール隊みたいな感じですかね。そうそう、うん、まあ、警察みたいな感じですね、うんうんうん、オートをあ の治安を守る警察みたいな感じ、通称ね、金マント、うんうんうん、まあ、金色の、うんうんうん、鎧着てたん、うん、キングスガードは何マント？キングスガードは白マント。へ、白マント、金マント、うん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 、っていうのがいます、はい、ちなみにキャトリンとネッドが結局再会してですね、このティリオンのこととかを話すんですけど、まあ最後にキャトリンとネッドがお別れするときにね、まあ、お互いちょっと寂しそうな感じで、まあ、危機感もあるし、お互い気をつけてねみたいな心配そうな表情でお別れするんですけど、その時にネッドが、彼は多分お前のこと愛してるよみたいな、キャトリンのこと愛してるよみたいな、うん、そうかもねみたいな言うんですよね。まあここでははっきりとは分かんないですけど、ちょっとやっぱりリトルフィンガーはキャトリンに対して好意を抱いてるというか、キャトリンからしたらまあ弟のようなもんですよみたいなのを言ってたんですけど、うん、まあ果たしてリトルフィンガーは同じようなスタンスでキャトリンを見てるのかなっていうのはちょっとハテナなとこがありましたね。うん、はい、でまた場所はポンと変わっちゃうんですけど、はい、今度は、一応初登場かな、今回。そうですね、はい、カースルブラックってとこに行きます。はい、これは壁、はい、ウェストロスの一番北にある壁、はい、
の、麓にある、うん、まあ砦みたいなもので、うんうんうん、壁の、南側ですね。はい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 。壁にはこういう砦が何個もあるんですよね。ね、全部で19あります、うん、そのうちの一つがカースルブラック、まあ、メインの場所ですかね。そうですね、ナイツウォッチっていうね、その黒い服着た組織がいて、うん、はい、その人たちが本拠地としているのが、うん、カースルブラック、うんうんうん、まあジョンはもう壁について早々も訓練してる感じでしたけど。あ、そうですね、うん、訓練してて、でそれを指導してるのが、うん、まあ、ここで新キャラ、はい、サー・アリザー・ソーン。もうなんか見るからに性格悪そうな感じが出てましたけど、なんかね、もう速攻いじめというか、うんうんうん、いやー壁ちょっと厳しそうやな、うん、これ逃げ出したくもなりますよ、うん、やし、やっぱりなんでしょう、あのジョン・スノーってね、その前回のエピソードでティリオンにね、壁の実情内情を知らす教えてもらって、なんかショックを受けてたじゃないですか、うん、父親も教えてくれなかったんで、そう、自分はすごい名誉ある仕事だと思って胸を張って志願したけど、実際来てたのはその罪人とかね、うん、レイプした男とかね、うん、その虚勢するか壁送りになるかどっちかを選べって言われて、この人たちは壁に来た、うん、じゃあ虚勢と同等レベルのものなん、壁に行くことって、っていうかなりショックですよね、それって、うん、罰ゲームに近くないですか、壁送り。まあそうですね、うん、でそういう人たちが集まる中でね、またこういうさアリザーソンみたいな意地悪な人来たら、いやジョン結構やばいですね今、うん、かなり、まあ、思ってたのと全然違うっていうことがここでもう早速分かっちゃうと、うん、そうですね、そうで、そのアリザーソンにね、ジョンはね、うん、ロードスノー、今回の現代ですよね、そう、スノー閣下って呼ばれてたんですけど、うんうんうん、これはなんかどう思いました？いや、なんかそのドラマではね、ロードスノーみたいに言われて、うん、ジョンもなんかチッみたいな感じでね、表情では表してたんですけど、その気持ちのうちはね、その言葉とかセリフにはなってなかったんですよね、そのロードスノーという呼び方に対して、うん、ただやっぱり原作の方ではこの呼び方は嫌いだったっていう風に、うん、ジョン・スノーはこういう風に呼ばれるのは嫌いだったっていう風に書いてて、まあまあ簡単に考えると、まあ、スノーっていうのは、まあ、お年子の名字なので、うん、それにねロード閣下ってつけられるもんですから、まあお年子様みたいな感じでしょ、言ったら、うんうん、まあすごいバカにされてますよね、お年子であることと、まあ、貴族上がりなことと、まあそりゃかなり嫌味なあだ名じゃないかなというふうに思いました、うんうん、あとね、もう一人新キャラがいます、はい、ジオ・モーモント、なんかティリオンと話してましたね、うん、上の方からね見下ろしてた、うん、おじいちゃん、おじいちゃん、はい、この人はナイツウォッチの総帥、うんうん、つまりナイツウォッチで一番偉い人です、はい、取り仕切ってる人ですね、はい、でまあこのモーモントって名字はなんか聞き覚えあると思うんですが、まあ後ほどまたつながっていくと思います、はい、うん、ということで再び舞台はキングズランディングに移っていきます、はい、で、まあ、ロバートの部屋でなんか、まあ、トークしてたんですけど、うん、結構ロバートやっぱり酔っ払ってますよね基本、まあ、第1話からもうずっと飲んでるイメージがあって、酔っ払ってなんかね女の人に抱きついたりとか、そうそうそう、ちょっとだいぶ、まあ、王様の器なのっていう怪しい部分が見えてくるんですけど、まあ、ある意味王様だけどね、まあそうですね、行動としては、うん、まあだからそのケツを拭うのが商標議会だとか、うん、キングズガードの人たちだったりするんだろうけど、でその酔っ払ったロバートが、まあ、ワインを飲みながらですね、いろいろ自慢話というか戦話を始めるわけですね、はい、そしてまた新キャラが出てきます、はい、その名前は、バリスタン・セルミーと今言います、はい、最初に説明した、キングズガード、まあ、ジェイミーと同じ役職ですね、うん、キングズガードの総帥、キングズガードのトップがこのバリスタン・セルミー、はい、別名はゴータン・バリスタン、あ、まあ、後々出てくると思いますけど、まあ、バリスタン・セルミーですね、うん、そして、ワインを注いでいた、まあ、ロバートの従者みたいな
お月人みたいな人は、ランセル・ラニスターと言います。ラニスター、はい、まあ、ラニスターっていうぐらいですし、まあなんとなくね、服がやっぱりラニスターカラーなんですよね、うん、このシンクのマントというか、うん、基本的にちょっと赤っぽい服を着てたりします。でこのランセル・ラニスターは、サーセ、ジェイミー、ティリオンたちのいとこということで、はい、はい、まあでもやっぱりね、その会話からは分かる通り、なんとなくやっぱり王都ってラニスターがいっぱいいて、まあ、借金だらけやし、やっぱロバートとしては一応王様ではあるけれども、まあ、さっきも言ったようにラニスターなしではやっていけない、ちょっとまあ肩身が狭いというとちょっと違うかもしれないんですけど、まあラニスターに対してちょっとなんか思うところはある感じの表現をしてましたね、うん、はい、そしてロバートはジェイミーをですね、キングスレイヤー、こちらへ参れというふうに言って、かなり酔っ払いながら言ってた。わざわざそのキングスレイヤーっていう時点で、まあ、ちょっと嫌味というか意地悪な呼び方ですよね、うん、不名誉なあだ名なんでね。そのジェイミーを呼んで、バリスタン・セルミ3人でその戦話をするんですけど、ここでまたマッドキングの話が出てきますよね、うん、なんて言ってましたっけ、はいはい、まあ、ジェイミーはマッドキングを殺してるんだけど、まあ、そういう話になって、うんうん、でロバートはお前がマッドキングを後ろから刺した時最後になんて言ってたみたいな、うん、まあ、わざわざこの話を出す時点でちょっともうジェイミーに対して嫌味な感じですよね、うんうん、って言って、はい、でまあ、ジェイミーは火家計ジェイミーは家計に処せ、はい、って言ってました、はい、英語だと Burn them all Burn them all、うん、うーんって言ってました。うん、まあ、かなりね狂ってるんですよ。なんかその Burn them all っていうセリフを聞いたロバートの表情もなんか意味深な表情してましたよね。やっぱりマッドはマッドやなっていう、うん、最後までマッドやったんやっていう感じの表情してましたけど、まあ、表情で言うとね、私ちょっと表情フェチなとこあるんですけど、うん、なんかこの3人、ロバートとバリスタン・セルミーとジェイミーの会話の中で、まあ、ロバートがね、一番最初に殺したやつのシーン覚えてるかみたいな、うん、で、まあ、俺はターリー家のやつをハンマーで殴って殺したわみたいな、でそういうね、なんかまあ酔っ払ってるし、きっともうこの話何百回も聞かされてるんやろなみたいな、うん、呆れてる感じで、まあ、でも呆れてるとも言えないし逆らえないし、うん、まあ、でも聞いてやってんねんぞみたいな目線でね、バリスタン・セルミーはロバートの話を聞いてたと思うんですけど、そのジェイミーを招き入れて、ジェイミー その初めてのキングズガード、まあ、キングズガードになる前ですよね、ジェイミーがまだ従士だった時に殺した時のなんかまあ戦話を聞いてるバリスタン・セルミーの表情は、うん、なんかすごいにこやかというか、うん、ああそうやったな、お前あの時頑張ってたよなみたいな態度が180度ぐらい違った。そうなんですよ、あれどう思いました？まあ同じキングスガードとしてね、うんうん、まあ、先輩後輩っていう関係もあるだろうし、うんうんうん、まあ、尊敬はし合ってるんだろうなっていう印象、なんか、まあ、すごい年の差もあるし、きっとなんだろう、功績の量も違うんだろうけど、うん、お互いになんか尊敬し合ってるというか、このバリスタン・セルミって相当強い、ね、相当強端、うん、ですもんね、バリスタンだし、もうかなりね、七王国の歴史の中でもなんかもう相当なヒーロー、名を馳せてる感じなんですかね。そうだね、うん、で、まあ、ちなみにね、ジェイミーも、はい、あの口だけじゃなくて、うん、実際にめちゃくちゃ強い、へえ、まあ、だからそういうのもあってお互いね尊敬し合ってるのかもしれない、うんうん、まあ、それに比べてロバートは今や酔っ払いのおデブさんということで、うん、はい、はい、そういうシーンでしたね、はい、そして舞台がやっとデナーリスのところに来ました。今回初デナーリスですか？そうですね、はい、エッソス大陸に舞台が移ります。で、まあ、見る限りだとなんかめっちゃ成長してませんでした？もう3エピソード目にして ね、はい、もう王妃じゃないカリーシよ、ナラクイーン、アカリーシー言うてました、はい、もう自分の中ではもうドスラク人っていうね、うん、マインドでやってますよね、うんうん、で、まあ、タイ全体の足並みを止めて、
まあ、ちょっと風でも浴びようかなみたいな、ちょっとお散歩してるシーンがあったんですけど、デナーリスが、うん、それに対してビセイリスがね、断ち切れてた。いや、めちゃめちゃ怒ってました。俺に命令するってどういうことやみたいな、まあ、直接ビセイリスには命令してないですけど、隊、うん、全体を止めた命令を出したのはデナーリスなので、必然的にあのビセイリスもね止まらないといけない、うん、それにすごいねブチーってきたんでしょうね、ビセイリスは、うん、でもうドスラクの犬どもを殺せみたいな、ジョラーに向かって、そう、それでまあ結局痛い目に遭うのはビセイリスだったんですけど、まあドスラク人の目から見ても確実にビセイリスよりもカール・ドロゴの奥さんであるカリーシのデナーリス・ターガリエンの方が立場が上というふうに見てるっていうことが分かりますよね、うん、しかもなんかそのドスラクの犬どもっていう表現をしたりだとか、よくよく見るともうカリエシってすでにドスラク人たちと同じ衣装、ちょっと茶色くてね、なんかまあ同じような衣装を着てるのにもかかわらず、まあそれとカリエシは何でしょう、ドスラク語もめちゃめちゃ勉強してるし、うん、そういうデナーリスに対してビセイリスはまだあのターガリエンの衣装、うん、黒と赤のドラゴンのねマークとか刺繍なのかな、あれはよく見たらが書かれてるような服を着てるぐらい、やはり馴染もうとしない、うん、カリーシは逆にみんなと一緒に生きていくためにいろんなものを習得しようとしてる姿勢が伺えましたよね。そうだね、でもビセイリスに関しては、うん、ドスラクをもうあいつらは全員俺の手下だと思ってるから、犬って言ってますからね、うん、あとねこのシーンね、はい、まあ、ちょっと奴隷っていうのがねキーポイントだなと思ってて、そうですね、そう、あのドスラク人が奴隷に対する、うん、まあ、丁寧に扱ってないっていうことで、うんうんうん、まあ、デナーリスはその隊を止めたんだけど、うん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 、そのデナーリスが奴隷に対してどう扱うかっていうのが、うん、まあ、結構この物語のキーポイントかなっていうのは、そうですね、奴隷という言葉とかその扱いに対してちょっと引っかかりを感じてるように見えましたね、うん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 、で、またカーセルブラック行ったり来たりよ、そう、戻っちゃいましたが、はい、ジョンはエレベーター、はい、あー手動木造エレベーターみたいなね、はいはい、乗ってました、乗ってました。壁めっちゃ高くなかったですか？めちゃくちゃ高くてですね、700フィートでしたっけ、壁の高さは700フィート、はいはいはい、メートルにすると、はい、それ知りたい、はい、213.36m、 おお、想像がつかない、想像つかないって言いました、はい、私調べました、おお、調べました、はい、東京都、はい、港区は新橋にある電通本社ビル、はい、これがですねほぼ同じ高さでして、あー、なるほど、まあ、壁を感じたければこの電通本社ビルに行っていただいたら、まあ、大体想像ができるという、そうですね、感じですね。電通の本社ビルが 213.3m、 おー、ニアピン、壁の高さが 213.36m、 もういいです、はい、わずか6センチの差、はい、正直に言って逆に分かりにくいです。そうですか、はい、はい、で、壁の上に登ったジョンは、はい、まあ、アンコーベンチェンと再会、あ、アンコーしましたが、はい、まあ、アンコーはそこでですね、はい、まあ、ジョンに対して、まあ、気がかりな報告とか、はい、信じたくない話が上がってるから出発しないといけないって言った。うーん、で、まあ、どこに出発するかっていうと、うん、壁の向こう側、まあ、つまり壁の北側、ね、はい、に、行ってくるっていう話になります、うんうん、で、あとね、ここでまあちょっとキーワードになってくるのが、うんうんうん、レインジャーとかファーストレインジャー、うん、言ってました、はい、これはどういうことですか、説明お願いします。あ、レインジャーっていうのは、はい、少子、少子、少子、難しい感じでした、うん、あれ読める人いるのかな、うん、まあ、要はですねパトロール隊みたいな感じ、うん、まあ、この少子の少っていう感じは、まあ、見張りとかね、見張るとかいう意味があるらしいんですけど、まあ、見張り役ですね、うんうんうん、まあ、要はですね、まあ、進撃の巨人見てない人には申し訳ないですけど、うんうんうん、進撃の巨人でいうと調査兵団みたいな感じ、うん、だからその1話の冒頭で壁の外側に行ってた3人組はこのレンジャーという役割のナイツウォッチだったということですね。なんか野人とかを調査しに行ったりとか、はいはいはい、
するんだけど、うん、ファーストレンジャーの、うん、ファーストは、うん、長っていう、うん、オサね。そう、うん、だからファーストレンジャーは小子長。なるほど、エルヴィン団長みたいな。そう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 、ってことになります。レンジャーの中で一番を仕切ってるということですね、うん、でこのナイツウォッチはそのレンジャーとかね、はい、いろんな職種があるけど、うんうんうん、まあ、これは後また次のエピソード、うんうんうん、次とかの追って説明します、うん、じゃあまあその気がかりな報告っていうのはまあおそらくホワイトウォーカーとか、うん、そういう感じでしょうね。そうですね、はい、ここでねまた新キャラが登場するんですけど、うんうん、ヨーレン、はい、っていうねナイツウォッチの募集係ですね、うんうん、まあキャッチみたいな感じでしょ。そうそう、はい、新宿とかにいるキャッチみたいな感じ、はいはい、まあそうですね、はい、まあこのね、ナイツウォッチなろうぜ言ってね。そうそうそう、はい、そのジョンもねこの真実を知っちゃった、はい、まあ驚愕してるんだけど、うんうん、やっぱナイツウォッチってね全然人気がないから、うん、あのその罪人、はい、犯罪者しか集まんないんだよね、うんうん、まあ行くあてがない人が行って、そうそうそう、まあ、名誉を挽回しようと思う人とかね、そういう人が行くんでしょうね。そう、で全然ね人数が足りてないから、はい、このヨーレンは、うん、全国を回って、うん、ナイツウォッチになりそうな人を募集していくっていう、ね、うん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 、まあそんなことやってます、はい、そして舞台は再びエッソスに戻っていきます。でどうやら、まあ、次女とデナーリスの会話の中で、まあ、月のものがいつ来ました、最後に来てないです、変わられたのですっていう感じで言われてたんですけど、まあ、デナーリスがカール・ドロゴとの間に子供を授かったということが分かりました、はい、でこれをねやっぱり伝えないといけないので次女のイリが、ジョラーの元にやっていきます。そしてその情報を聞いたジョラーはなんかちょっと驚いてましたよね。あ、うん、コーホールに行かなみたいな、なんかね一回離れるわみたいな、うんうんうん、ちょっと怪しかったですけど、まあ、うん、このコーホールっていうのは、まあ、都市っていうことでいいんですか、エソス大陸にある、うん、まあ、大都市なのかな。 そうだね、うん、そこに一回寄るから、まあ、さっき行っといてみたいな感じで、 そもそもねそのドスラクの隊は、はい、バエスドスラクっていう、ね、うんうんうん、そのドスラク人の本拠地みたいなところを目指してた、うん、まあ地元をね、そうそうそう、うんうん、目指したんだけど、まあジョラーは一回離れるわ、うんうん、ちょっと怪しげな行動でしたけど、デナーリスが誤解にした時にね、あのグレートスタリオンのお恵みですみたいな、日本語で言うと偉大なるお馬のお恵みですよ、うん、みたいな言われてたんですけど、うん、まあ、このグレートスタリオンっていうのはそこまで重要ではないかもしれないんですけど、うん、まあ、簡単に言うとそのドスラク人がね信仰している宗教、これも宗教で、うん、まあ、ドスラク人っていうのは馬がなければ成り立たない民族なので、まあ、その馬とのつながりが深いドスラク人が独自に信仰している宗教になります、うん、はいはい、で一つ、ちょっと押さえておきたいところがあるんですけど、このジョラーと一緒に剣をね研ぎながら話してたラカーロ、その二人の会話の中で、うん、まあ、父親の話をお互いがしだすんですよね。してました、はい、でジョラーが、父親は名誉を重んじてる人だったけど、うん、僕はその父親を裏切ってしまったみたいな話をしてたんですけど、うんうんうん、この父親ってのは、うん、どうでしょう。父親はさっき出てきた、うんうん、ジオーモーモンと、はい、ナイツウォッチの総帥だから、あの二人がジョラーとジオーモーモンとは親子。そうですね、つな、うん、がってきましたね、うん、大陸がつながってきたとちょっと嬉しいですね。その私は裏切ったが、うんうんうん、それはどういうことでしたっけ。おそらく、うん、ジョラーは本当はそのモーモント家を継ぐ人物、うんうん、まあ男性ですからね、何、うん、にもかかわらず、まあ、元奥さんの浪費癖によってお金がなくなっちゃったので奴隷を売買したので、うん、まあ、ウェスタロス大陸、まあ、北部を追い出されたというか、そうですね、まあ、うう前回のエピソードで、うん、そういう立場になってしまったので、このモーモント家は継げない、まあ、裏切ったということじゃないですか、うん、はい、でまあ見ててもね、やっぱりデナーリスってもうめっちゃラブラブでしたよね、うん、どっちだと思う、絶対男の子やと思うみたいな、もうピロートークするぐらいねラブラブなんで、
すごいまあ懐に入ってるというか、もうドスラク人になってましたよね彼女は、うん、そして王に対して対等に会話ができるぐらいもうドスラク人になってる感じでしたけど、うん、やっぱり器用ですねデナーリスは兄と比べて。そうですね、自分の居場所を見つけたというふうにもしかしたら思ってるのかもしれないです。うん、うん、でまた、またカーセルブラック、はい、一気にやってっていう感じなんですけども本当に行ったり来たりするんですよね、うん、はい、戻りましたが、はい、また新キャラが出ます。出ましたね、メイスター・エイモン、はい、これはカーセルブラックのメイスター。じゃあもうメイスターは3人出てきましたね、北部のルーウィンと、ウィンターフェルのルーウィン、はい、うん、とオートのパイセル、パイセル、はい、はい、そしてこのミスターエイモン、うん、うん、これとは、ま、盲目なんですけど、うん、はい、でもやっぱりなんか同じ格好っていうかみんな同じ感じでネックレスして灰色の服着てましたけど、うんうん、ファッションは一緒だ。そうですね、でもあれちなみにあの服ってなんかワンピースっぽく見えるじゃないですか違うの？あれ実は広げると、うん、4畳ぐらいの大きさの1枚の布なんですよ。そうなの、はい、本当に、はい、でまあね、テリオンとねメイスターエイモンはね、はい、ちょっと季節の話をするんですよね。してました。メイスターエイモンはテリオンさん冬はいくつ経験しました、はい、テリオンは8つ、いや9つかな、うんうん、生まれた冬は3年続いたけどねみたいな、どういうこと。そうで、メイスターエイモンはでもねこの夏は9年続いてるみたいな。まあじゃあ今は夏ってことですけど9年も、うんうん、これはですね、はい、簡単に言うと、はい、この世界では、はい、まあ、いわゆるね日本の四季、うんうん、春夏秋冬、うん、っていうのはなくて、はい、夏が何年か続いて、はい、で冬が何年か続いて、うん、でまた夏が何年か続くみたいな。あ、しかもその何年っていうのは決まりがなくて、短い冬もあれば長い冬もある。そうそうそう、短い夏もあれば長い夏もある。そう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 、気まぐれですね。そう、あ、だもう冬が何年か続くと、うん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 、もう結構終わりというか、うん、まあ、当然農業とかね蓄えが必要ですよね。そうそう、だからつまりウィンターイズカミングですよ。そうそうそう、常に備えときなさい。そうそうそう、うん、あとねもう一つね、やっぱここでもねホワイトウォーカーの目撃情報の話になるんですけど、はい、まあメイスターエイモンとか、はい、総帥のジオモンモンとは、うん、ティリオンにねちょっとお願いしますよと、うん、あなたはのお姉さんは、はい、王妃じゃないですか、うんうん、王妃の力があったら人を呼べますよねと。 うん、うちはもう1000人もいないと。1000人ってめっちゃいそうに聞こえるんですけど、これって少ないんですか。これはですね、はい、少ないんですよ。なぜかと言いますと、はい、壁は長さは約300マイル、はい、ウェスタロス大陸の北側にまあドドドドドーンと並んでるわけですね、はい、並んでるというかつながって、はい、それが300マイルの長さ、はい、はあ、はあははあ、300マイル、うん、ちょっとピンとこないですね。来ないですか。はい、ちょっとやっぱ日本人なんで、はい、マイルでちょっとあんまり距離をね考えたことがないんですよ、うんうん、何キロぐらいっていうのか分かります。これはですね、はい、482キロね、お、調べました。あ、ピンとこないと思ったらやっぱり調べてる、はいはい、具体的には、はい、電通本社ビル、また、うん、から、はい、直線距離で、はい、兵庫県の辰野市。いやちょっと余計分かりづらいよ、どこだし辰野市の人に申し訳ないんですけど、どこだし。じゃ あの壁の端っこの頂上に立った時に兵庫県の辰野市の方を、まあ、見てもらうと、まあ、壁から壁のなんかイメージがつくって感じですかね。そうですね、まあ、でも確かにそこに1000人しかおらんって言ったらかなり手薄ですよね。うんうん、そうだね。さっきねこのカーセルブラックみたいな砦が19あるって言ったけど、はい、1000人しかいないから、うん、実際稼働してるのは3つしかない。へえ。あと16個はね捨ててんだよね。じゃあまあどこから野人が来るかもわからんし、うん、ホワイトウォーカーも噂されるし、ウィンターイズカミングやないやし、うん、それはちょっと王妃お願いしますって感じではありますね、うんうんうん、
そうで、まあ援軍を頼んで、まあ、ティリオンはね、はい、ホワイトウォーカーは信じてないけど、うん、そこまで 言うのかみたいな、まあ、でもちょっとはいはいみたいなとこもありましたよね、うん、ちょっとだけなんか危機感っていうか、うん、頭の片隅に引っかかってる感じではありますね、うんうん、はい、うん、ということでね、もうティリオンはもう壁から離れるわけなんですけど、はいはいはい、まあ、最後にねジョンとお別れの挨拶します、うん、まあ放尿するっていう夢も叶えてましたしね、うんうん、はい、壁の上から放尿するという夢叶えて、うんうん、まあ、挨拶を交わしました、うんうん、はい、なんかね個人的には、はい、この二人ってすげえ仲いいのかな、うん、まあ、仲良くなったのかなっていう印象があって、まあお年子やし小人将やし、うん、まあ、お互いちょっとなんかソウルで語ってる部分はあった感じでしたね、うんうん、そうだね、うん、まあお互いね、そのなんていうの、共通点、はい、見つかったんでしょうね、うんうんうん、そして最後舞台はキングズランディングに戻っていきます、はい、ここでねいい新キャラ出てくるんですよ、最後の新キャラね、はい、このエピソード、彼の名前はシリオ・フォレルと言います、うん、でなんとなくシリオ・フォレルって名前の、ね、響きからしてちょっと異国の感じがしますよね、うん、で彼はどこから来たかというと、自由都市ブレーボスというとこから来ました、うんうん、このブレーボスはどこかというと今デナーリスとヴィセーリスたちがいる、エッソス大陸のうちの一つの都市の名前です、うん、でこのシリオ・フォレルはそこのブレーボスで、水のダンスと呼ばれる優雅なね剣術の師先生で、このブレーボスの筆頭剣士と呼ばれるほどの腕前の剣使いだったということですね、うん、でまあ彼は何しにキングズランディングに来たかというと、まあ簡単に言うとネッドに雇われて剣で遊ぶのが好きな活発な侍女に剣術を教えてあげるためにネットが雇ったということですね、うん、かなり楽しそうでしたね、アリア。そうだね、はい、なんかここ印象的なとこありました？うん、俺このシーンもねめちゃくちゃ好きなんだけど、はい、私も大好きです。そう、最後のねネットの表情がすごい印象に残ってて、そうなんですよ、そのアリアとねシリオ・フォレルがね木刀でね、うんうん、その稽古をやってる時にネットは見守ってるんだけど、はい、木刀同士がね、はい、当たるねカンコンコンの音じゃなくて、うん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 、どん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 その、真剣が重なり合う、確かにシャキーンになってた、そうそうそうってなって、はい、でネットはそれを見てなんていうのかな、だんだん表情が固まっていくというか、なんか最初はすごいあやってるやってるって感じでね、うん、あの微笑ましく、そうそうそう、アリアの楽しそうな姿を見てましたけど、なんかねどんどん表情が固まってって、なんかおそらくだけど戦がすごい嫌いだったんだなって、なるほどねっていうのが分かるんだけど、対する、まあ、このエピソードの中盤ぐらいにあった、うんうんうん、ロバートが酔っ払いながら戦の話をすると、うんうんうん、そこのシーンとね対照的だなと思って、やっぱロバートは戦が大好き、うん、で一緒に戦ってきたネットは、はい、戦が嫌いだったんだなっていうのが、まあ嫌いというかあの時とはまた状況が違って、自分たちの子供がねいますから、そうそうそう、しかも危険と思われてるキングズランディングにね、うん、今いるんで、それは危機感を覚えますよね、うん、これからどうなんのみたいな、うん、不安な表情が、はい、あそこがすごい演出もすごいいいなと思った、はい、ということで3話こんな感じでよろしいでしょうか、はい、大丈夫です、はい、まあ、今回はねオートについに到着して新たなキャラクターもたくさん出てきたので、今後ねこのキャラクターの立ち回りが気になるところなんですけど、うん、まあ、まだまだ名前と顔は一致しなくて大丈夫ですかね。そうですね、はい、ただね今回出てきた新キャラは、はい、かなりね名物キャラクター、うーん、そうですね、うん、まあこれから楽しみですね、はいはい、ということで、今回はこういう感じなんですけど、また別の回でファイナルシーズンまで見た方に向けた、シーズン1エピソード3のネタバレ
伏線回収会もお送りしたいと思います。はい、それではまた次回。バラーモングリス。